愛媛県は南予野村町に住む河野哲夫さんは県の養蚕指導員、この道20年のベテランなのです。今日も組合製糸工場の事務室で出勤と同時に技術指導員と細々とした打ち合わせ。ここは日本の絹が世界にその名を馳せた頃からの養蚕地帯。この盆地には水田も少なく、愛媛県農業の支柱である柑橘もできず、この養蚕のみが生活の支えとなっています。新緑の草原をオートバイで駆け巡り、養蚕農家を指導して回る河野さん。そして技術面や経営面にも細かな指導をしているのです。それもそのはず、この地に大規模な近代草原を建設しようという夢があるからです。幸い町長をはじめ町の有志も河野案に大賛成。日本一の地産共同飼育場づくりについての作戦会議です。このように河野さんは休むいとまもない毎日なのです。一日の疲れを癒すべき家庭も、奥さんが病気で入院したまま、このため3人の子供の世話をしなくてはなりません。今日は共同草原用地買収のための山地主説得工作だが、地主はどこでも同じように、ひとかけらの土地も容易に手放そうとしません。粘りに粘って11時半を回ってしまいました。一方、町の養蚕農家を集めて共同化による養蚕経済の在り方を訴え、協力を求めます。その甲斐あって活発な意見の交換がなされた後、みんなの同意を得ることができました。河野構想の一翼が実ったのです。農民の手招きがあちこちからかかり、大変なモテよう。河野さん最良の日です。とはいえ、ここにこぎつけるまでずいぶん長かったこと。一人この苦労をかみしめるとき、その幸福感は蚕の織りなす舞にも似て無限に広がっていくのです。こうして地産飼育場がこのほど完成。町の養蚕家たちが総出で地産飼育場での共同作業を始めました。この飼育場を訪れた河野さんはいかにも嬉しそうです。丘の急斜面の近代化草原、太陽を力いっぱい吸収して茂る桑の葉、日本一を誇るこの共同地産飼育場では、産齢までの蚕が飼われます。人手のいる養蚕は共同の仕事で過労から解放され、地産の飼育はより安全となりました。このように我が国養蚕農業は高度経済成長という影から今、日の当たる場所へと浮かび上がろうとしています。地に足を踏んまえた河野さんたちの努力が実って、日本の絹は再び世界の繊維市場に君臨することでしょう。